天み地域の地図天みは大阪府河内長野市内の一地域。河内長野市の南部に位置し、河内長野市の前身である南河内郡天み村の地域である。本校では天み、岩瀬、清水、流れ谷について記述する。河内長野市の南部に位置し、和歌山県との県境に君峠がある。当地域の真ん中は天み川。 岩瀬地区を岩瀬川が流れ、川沿いに集落がある。また、奄見川沿いに国道371号が通っている。当地域は、河内長野市の他の地域と違い、高度経済成長後も、宅地開発事業が行われなかったため、古くからの集落の風情を多く残している。当地域は、生駒マ山送信所からの電波受信が困難なため、中継局が設置されている。 町村制施行以前の奄美村にあたり、当地域南部の中心となっている。北から下天見、下合、島の谷、上、奄美といった地区がある。地名の由来は古代のあまりとの天下の説があり、南北長期には安万美とも書いた。奄美温泉として南天園という旅館が奄美駅近辺にある。地域を国道371号が縦貫し、北部は 奄見川の谷合を中心に、田畑や家屋が続き、南部は、不県境の君峠をはじめとした金剛葛城の山系の山間地帯となっている。読みは、岩瀬。町村西志港以前の岩瀬村にあたり、千早口駅周辺の線路沿いに集落があり、東地域北部の中心部になっている。かつての村区分である上、岩瀬と下岩瀬の地区に分かれている。 西側のアモ川沿いの駅周辺は、家屋や田畑が広がり、東側は山間地で、谷合の広域のお堂沿いに工作地が続き、東端は鳩原へ続く。関心寺7号の一つで南北長期から文献に残る。読みは、清水。地名の由来は、高野街道脇に清水井があったことによると言われる。 町村聖志向以前の清水村にあたり、国道371号沿いに集落が形成されている。壮大と呼ばれる集落は、石本家地区と地形的につながっており、聖徳元年に石本家村のため池を作るなど関わりが深い。その他は、天見川を挟んで、向かいの岩瀬地域と生活圏を構成しており、国道371号から千葉谷口駅にかけて、 集落や田畑が広がる。広域濃度で、西は唐九谷方面、東は岩瀬方面につながる。読みは流れ谷。かつては社国とも書いた。町村正志向以前の流れ谷村にあたり、国道371号の出会いの辻交差点から、西へ約 1km の地点に位置し、流れ谷川沿いの谷合いに、付近一帯に集落が形成されている。 カツの二の28宿主元の第16番京塚として歴史があり、現在の京塚は1978年に再興され、川から引き上げた不動明王を祠に祀っている。林道流国船で香形方面へ通じている。かつては流れ谷八幡神社付近も流れ谷地区であったが、官永年間に下流谷村として分離し、 後に下天見村へと改称して天見村の分村となった。その当時の流谷地区は上流谷村と呼称していた。天見村に関するカテゴリー。ありがとうございます。